マジですか皆さん。というわけで今回収録の方が2017年一発目ということで気合を入れていきたいと思います。というわけでですね、前回までの、番組収支の方がプラス1万5954枚ということで、プラス2万枚からの2万枚から万枚まで落ちてからの6000枚ほどプラスに今なってるところでございます。まあ、今日でなんとか2万枚目指したいと思います。はい、というわけで今回は強力な超ビッグゲストが来ております。というわけで紹介しましょう、こちらの方です。どうぞ。どうも、1234五島です。嘘嘘って何なの、嘘って。え、そんなになったんですか。今年これでいこうかなと思って。2017年は新しい。え、だってちょっと待ってください、昨日までハワイですよね。そうです。焼けてるでしょ。すごい焼けてるなと思って、あのあれみたいって言われたよね、トランスフォーマーの。実際ボケ大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。もうバッチリです、バッチリです。そうですか。しっかりしっかり出てきました。羨ましいな。寝不足の水瀬さんとは違います。せっでせっはちょっと今年3回ぐらいしかやってない。3回だったのかお前。お前まだお前10日だぞお前。すげえな。ゼロだよ俺なんか。ゼロ。マジっすか。女ゴリゴリですもん。その辺掘り出していきましょうか。やめなさい、やめなさい。お願いします。お手柔らかにお願いしますよ本当に。というわけで、あの、はい、一応番組の手としては、うん、あのトークなり出玉なりで、はい、水瀬さんをあの気持ちよくさせてください。なるほど。よいしょよいしょと。っていう感じなんですけど、全然いいです別に。いやいや、もう今日じゃあ姉貴って呼ばせてますよ。姉貴って感じで。ちょっとだいぶ年上の人に姉貴って言われたら、私この間そんな変わんねえじゃん年。変わり、もうこういうこと言うから私知らない、ネットエゴサーチしない人間なんですけど、この間並んでたら店の前で、あいつ琵琶湖さんより年上らしいよって。41より上ってことか。そうっていう風になんか聞こえるような悪口聞こえてきたんですよ。ふざけんじゃないよ。その人の方行って、違います、違うな、なわけない、見てください、39だろ、39だろ、なわけないじゃないですか。だからこういうののせいでもう勘違いされやすいんで。そうね、そうね、やめましょう。そうそうそう、そういうの俺とそんな変わんないってことだけ覚えて。嘘です。完全に嘘です。俺多分オンエアの頃も48だからね。いや、もう一緒にしないでくださいよ。もう70個以上全然下ですから。はい、今日じゃあハワイ狩りですけど、はい、スロットの方に頭切り替えてもらって。大丈夫です。打ちたい台とかありますか。はい、いや、なんかアクロス系打ちたいです。アクロス系。そうですね、もう好きなんで。最近アクロスばかなんで、うん、まあいつも 5とかアクロスしか打ってないんで、はい、まあ、アクロス行きますか。行きましょう。今日はもうトークメインで行きましょう。もう5とか打ってるとトークが気が引けない。負けるとムカつくからね。ムカつくんで、ね、ちょっと負けないようにアクロス打ちますよ。はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、というわけで、うん、朝一一発気合い入れの。あ、はい、聞いておりますよ。ムチが入りますね。ちょっと48歳の方にやるの、はい、申し訳ないですけど。どっちカメラ、1カメ、2カメ、3カメ、おカメ。何ですかその親父が。はいはいはい、いらっしゃい。いいですか。はいよ、行きますよ、せーの。あ、痛い。マジですか水瀬さん。マジですよ五島さん。やろうとしてんな、マジで。次の番組としてありがとうございます。すいませんでした。よろしくお願いします。お願いします。適当に来てください。すいません、大丈夫でした。いやいやいや、そんなに強く叩かなかったです。いやいやいや。今回収録にご協力いただいたのは JR 大森駅から徒歩5分のところにあるマックススロットザップ。当店はスロット186台のスロット専門店。専門店ならではの豊富な機種ラインナップでお客様をお出迎えいたします。お客様のご来店お待ちしております。実践ルールは2人の乗り打ちで、プラス分の出玉は水瀬さんのもの。ゲストの方は水瀬さんを満足させないときついお仕置きが待っているかも。それではマジですか水瀬さん、実践スタートです。ですか。あれどこ行ったあいつ。やっぱサンダしますよね。サンダ。あれならな、入れ替えてくんねえかな今。今からはもう無理ですね。営業停止になりますね。これがいい。じゃあサンダーとバーサスで頑張ります。はい、それでは、はい、サンダーとバーサスで。俺もすっごい久しぶりに打つから忘れちゃった。
前なんか一緒ダブルライティングした時に、そう一緒に3択来ましたよね。どこ狙うんだかも覚えてねえんだよな。いやもう単部位ですか。どこだっけ。私は単部位派でしたけど。あ、どこ狙うの。揃える時ですか。いや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 、暑い時。普段通常時ここだっけ。ここでいいんだっけ。どこでもいいじゃないですか。バーでもチェリーの代用になるし。おう、初めて動くなった。おう、おおい。お前スティーダーだろこれ。やめてくださいよ。やめてくださいよ。この子甘いんですよ。しますよ。皆さんご存知だと思いますけど。15ゲームで当たり。早っ。いいね、こういう格好してるとちょっとエロいね。そうですか。あれもしかしたら女じゃねえかぐらいに。あ、本当ですか。思うわ。9名行って抱こうかってちょっと考えます。そうね。あれ水瀬さん女だったの。女ですよ。ね。はい。ちょっと声とか低いですけど。もう何年やってんの。え、でも12年。あ、そんなもん長いね。あれ香りより長いの。長いです全然。そうか。だって香りさん私のこと雑誌で見てたって言ってました。ああ、そっかそっかそっか。もうって言うとあれだね、スロットは水瀬でパチンコは琵琶湖さんみたいな感じだね今ね。あ、デキで言ったら絶対そうですね。デキで言うとね、多分そう、まあ、現役でやってる人の話ですよね。そう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 、あのヒサピョンとかあの水瀬さんをスカウトしたヒサピョンとか抜きで。はい。あ、ニーヤさんがいたよ。ニーヤさん。ババババ。やばいやばいやばい。クソババ。やばいやばいやばい。大丈夫。俺大概のこと許されるから。あ、そうですよ、ね。私が言ってるわけじゃないんで別に。大概のこと許してもらえるから。じゃあニーヤさんが現役になるかって話です。もう何も出てないですよね。あ、今？出てます。多分出てない。いや、なんかスターウォーズ出たよ。ニアさんだろ。ニアさんスターウォーズ、スターウォーズ。カメラマンさん笑ってるじゃないですか。笑ってんじゃないよカメラマン、失礼だよ。誰が失礼なんですか。え、誰が失礼なの。なんか出てきそうじゃん、スターウォーズに。な、ノーコメントでいきましょう。ここは先生はいいですよ、いくら言ってもらっても。私同性ですからね。で、だいたい赤7なの。一番楽なんです。まあね、あのダブル V も楽だけどね。本当ですか。ダブル V のケツ2つここ、はいはい、あれも楽。あの下段まで滑った時しかスイカないし。おお、あ、ここにあります。狙ってます。あ、ある、入った。素敵、いいねその出目。でもこれバケなんですよね、バーサスは残念ながら。あ、そう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 、花火と違ってね。あ、そう、花火だったらビッグですよね。そう、赤なな、うん、今滑ったよな。私赤が欲しくてちょっと遅めに押しちゃうんだよわかるわ欲しい方ちょっとね狙っちゃう。大丈夫ですか。調子いいね。そうです、151ゲームで赤なな。1万入れました。入った。嫌な感じですよね。まあでも1万円じゃほらウルフギャンギーのポーターステーキ食えねえから。本当ですか。そんな高かったでしたっけ。え、そんな高かったっけ。あれするする、あれする。一番安い2人前でも150ドルぐらい。あ、そうでしたっけ。俺だって毎日肉食ってたもん。あ、飽きますよね。全部いった BLT、はい、あと何、ウルフギャング、ルースズクリス、あとモートン、ほとんどステーキハウス網羅したんじゃないかな今回ハワイで。どこが一番高いですか。あ、どこが一番うまかったってね、やっぱモートン。行ったことない。あそこにあるんだよ、アラマナーセンター、はいはいはい、あそこのやっぱステーキが一番うまかった。混んでます。混んでる、まあまあ予約入れないと。あ、うわ、今年私ハワイ行きな予定ないんだよな。誰かと行こうかな。行こうよ。もういくら使うの。俺と俺と、え、もう一人女子、あの彼女的な人できたら入れてくださいやめなさい、やめなさい。
変なことになるね、クレジットカードの請求が。本当に全部請求しようかな。あ、俺本当水瀬さんと結婚しなくてよかったなと思いますよいや私は人に買ってもらうっていう気持ちは一切ない、自分でね、それ買うために仕事頑張るタイプなんで。そうそうそう、だからね、僕らね多分業界一二を争う浪費家なんですよ。そうですね、多分、はい、間違いないと思います。貯めないっていうね、たまらない、たまらない、貯めない、たまらない、貯めたいとは思ってるんですけどね。そうそうそう、使っちゃうんだよね。ついつい、なんか物欲ってやっぱりキリないね。本当にこれ買ったらもうないだろうと思ってまたすぐ欲しくなるんですよ、バッグとか。何なの本当に。これダメな大人、こういう大人なんない、みんな本当こういう大人になっちゃダメだぞ。でも私これ本当にこの子もう中学生くらいから変わってないと、物欲がずっと昔からなんで。あのね、富裕層の子供ってそうだよ富裕層の子供はそう。そんな富裕層ってまでもいかないんですけど。いや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 、でも私今逆に親にすごいお金使ってますから、めちゃくちゃ親孝行してます。いや、そういう年齢だよ我々も。そうですよね、本当。いや、使ってもらった分恩返しで。そう、大事よそれ。私習い事だって何個してたんだろうってぐらい習い事してました。何も身になってないですからね。え、何も身になってない。だから書道ぐらいです。いや俺もさ、やっぱ学校ね、高校卒業して予備校行かしてもらって、何専門学校2つ行かしてもらって、オーストラリア行かしてもらってさ、はい、やっぱ1回いっぱいねお金使っちゃったからさ、ちょっと親孝行しようかなと思って、たまにスタミナ太郎とか連れてってやるよ。ひどいっすねひどいよな、スタミナ太郎ひどいな、確かにひどい。私高級寿司屋とかめっちゃ連れて行きますもん。はい、何食べたいって聞いて。えらい、お母さん次からすきやばしの二郎って言うんですよすきやばし二郎行きたいんですけど、でも予約取れないですよね。そうだ、なかなか取れない。行ったことない。あとね、銀座だと水谷、寿司の水谷。あ、行ったことないです。あそこもあのいいですね。あのいつも の、 あの名言出ないですか。何何、あの久米に連れた女でやってないのは水瀬だけだってお前だけだよ、本当だよ本当だよ、本当ねえ、なんだろうね、だ男だよな。そうですね、感覚的には。俺男友達という感覚にいてもらえると。そうそう、うんうん、男友達、女性でそういった本当ね、水瀬とね、美和子さんだけ。そうです、あとはみんなセックスの対象あとみんなセックスの対象。対象なんすね、皆さん気をつけてください。あ、これあとニーヤさん。まあどういう意味なんでしょうか。ニーヤさんも対象外。ニーヤさんはあれだよね。ちょっとあのいろいろこれから優しくしていかなきゃいけないなって。お年寄りには。そうそう。席とか譲んなきゃいけない。なんかプレゼントでパラマウントベッド買ってやろうかなみたいな。ちょっとこれ私笑ってるのをニアさん見られたらもう大変ですわ。ごめんなさいニアさん。見てないと。でも許してくれるよね。俺なら許してくれる。そうですね。また塾長が何か言ってるわ。許してくれ。全然当たんねえ。当たる気配ない。この台からクローラーで。ね、まだまだ大丈夫。今まだ大丈夫。2万超えて堪忍袋の方が切れて、はい、3万超えると玉袋の方が切れる。玉袋だね。皆さん何がやりやすいってね、はい、あの下ネタをちゃんとね、あの笑顔で受け入れてくれるところ。なんでですか、下ネタ好きですもん、うん、自分が言ってるからそうだよね、飲んでる時下ネタしか言わないもん。下ネタしか言わない、9割下ネタってみんなに言われますいや今時の若い子はやっぱりさ、その受け返しがね、ちょっとそうですね、うん、皆さん男の子もね、なんか装飾系多いじゃないですか。そうそうそう、だから逆に私からしてもらってるとセクハラって訴えられるかもしれないなと思ってセクハラな。そうそう、だからね、やっぱ今の子はまだ女を売りにしてるんだろうね。あ、そうですね。そうだってさ、同性のファンの人が多いでしょ。女性ファンめちゃくちゃ多いですね。多いでしょ、はい、だそこなんだよね、男に媚びてるうちはダメなんだと思うよ俺。男に媚びてるうちはそういう、そうでしょ、可愛いけりゃいいみたいな、すぐ推し変するね。そう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 、ライト
ユーザー的なファンが多いですよね。芸能界見たってさ、みんな息の長い女性の人っていうのはやっぱ同性からの支持がすごいあるじゃない、キョンキョンとかさ、うん、確かに米倉涼子さんとかね、そう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 、かっこいい女みたいな、そうだからそこなんだよね。ちょっと水瀬さんはあの潔すぎますけどね、ちょっとツイッターやんね、あファンに迎合しね、そんなことない会えばいい人だけど、そういうところでのあれを接触をあんまりしないよ、ね、人に媚びてどうこうなりたいっていうのだったら、そこまでしなきゃいけないんだったらもうやめます。そう、あのね、川原さんがちょっと似てる。そうっすか。似てるよ、あの子も返事しないし、ツイッターとかまるで興味がないのかな、そういうの。だからそういうものが人気あるんだよなって俺は思った。あの自撮り載せてるような子、そんなことないっすよ。いやいやいや、そうでしょ、やっぱり可愛いだけで人気ある子もいますから。そうなの。例えば例えば誰よ。フェアリーとか。ああ、まあね、あの子は素材がいいもの。お母さんも綺麗だし、うん、だからそういう見た目で人気ある子もやっぱ、まあね、まあ、最初は見た目からみんな入りますからね、まあ、また私が女性ライターのこと言うとなんか、いや悪口言ってるみたいと思われる。いいじゃねえかよ、悪口なら。悪口ならいいじゃねえか。悪口は言ってないです、今のところ。そう、まあね、女性ならではのことする人もいますからね。そうね。あ、やべえ、あ、よかった。あ、これは別にいいですよ、放送さんと女性ならではの作戦を立てる人もね、そう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 、いますから、結構たくさん。あれがなんかもう本当のビジネスだよね、やっぱね。すごいですよね。自撮り乗せて仲いいでしょ私たちとこうやってやってさ、やるのがあれがちゃんとしたビジネスだよ。まあいろんな意味で体張る人もいますしね。そうそうそう。やめろ。いますよ、怖いわ。1月6日は枕の日ってさ。出てて俺受けちゃった。それ受けますね。何それ、枕の日。面白いな、それ。ああなるほどな、そういう人いっぱいいるな、この業界。そうなんですよ、いるんすよ。皆さん分かってくださいね。私そういう孤独な手は一応やらないしないね、枕しないね。いや、もうそこまでいかなきゃいれないんだったら他の職業に。そうだよな、はい、すいません。潔いよそこは。まあでも私入った時は女の人いなかったんですよね。ああ、だから別に今は多分必死なんでしょうね、そこまでしてでも仕事が欲しい、うん、多すぎて人が。今だって多分その YouTuber の人とかね、はい、あんなの含めたら優に500人以上いますよ、パチスロだけで。ねえ、うん、います、います。俺知らない人ばっかりだもん。確かに、本当にもういい加減にしろ、もう467ってこの野郎。バカにしやがって。店長なんだよこれ、店長やろ。今日いないかもしれないですよ、見たことないですよ店長。ちゃんと1って書いとけ、打つから。打つから。ちょっとこれさ、やばくね。やばいっす。ただここまで来ると連チャンそうな気がして。 あ頼む。いや、そうですよ、来た。せっかくじゃないですか、どうなんでしょうね。あ、そうか、16,000も入っちゃった。ついに先生当たりました。どうやって打つんだっけ、どうやって打つんだっけ。これでいいんだけどな、3回これを。塾長さんはその後すぐにレギュラーボーナスを引いて、さらにもう年なんで落ち着いたんですよ。まあもうな、俺たちそういう年齢ではないよな。そうですね。あ、めっちゃすごい、サンキュー。これが何だ、これがサンダーだ。サンダー楽しいな、サンダー V。 この2機種は私も好きです。楽しいね。本当作ったやつに焼肉を奢ってやりてえよ俺。そうですね、奢りに行きましょう。大田原牛かなんかの焼肉を奢ってあげたい、本当に思うわ。天才だよこのゲッターとか、この辺作った人。すると水瀬さんにも。お、来た。まあ使わずに一応当たりました。ああ、やっぱ塾長さんとかみたいなその番組やってる方がなんだろう、いろいろ趣味が合うからですからね。なんか話が豊富で、ただ需要があるかどうかが、いや、あ、分かんないですけど。
変わりますよ。だって企画出してましたもんね、うちら。だから通らなかったんですよ。まあね、ファッションの番組の、そういうのね。もう一緒にだってさ、なんか番組とかやったら一緒にハワイとか行っちゃいそうじゃない、スタッフ連れてみんなでね。行きたいでしょ、行きたい、ほらほらほら、でしょみんなね、やりましょう。で毎日イエイイエイだよな、ステーキ食って酒飲んでな買い物してイエイイエイ、発散しますけどね私たち。すると塾長さんに、お、鳴った、鳴ったね、外れろ、外れる、外れる、外れます、 V フラ叫んじゃないよ俺やろ鬼ボーナス来ました頭きた鬼ボーナス頭きたそうか、最初に絡んだのってスロモンじゃねえか。あ、そうなんすかね、どうだろう。え、そうだよ、最初に水瀬と会ったのってスロモンだよ確か。そうでした、結構前のやつ。そう埼玉の店でなんか売ったよ、アリーナかなんかで、ね、あ、車で一緒に、そう、てても、あれが最初。なんか秘宝店かなんか、懐かしいわ。もう7、8年前じゃない、6、7年前かな。そうですね、多分。なんか大丈夫、あの完全にプライベートで打ってるみたいな感じになってるけど。あ、いつもそうです。テレビ的に大丈夫なの。はい、いつものことなんで大丈夫です。トークメインなんです。あ、そう、下世話の話しかしてない。まあその、あと何話したかなって、ニアさんのスターウォーズしか話してない。そうですね、ほとんど使えない話でしたね。ここまでトークは絶好調なんですが、パチスロの方は毎日盛り上がりに欠ける展開となっております。投資がまた、飲まれそう、あれその前入ってた、その前ちょっと怪しい、あ、入った、さあ、ピースサインとか良くないんだよね。あ、そうだ、指紋お前からさ、テレビ見たろ、見た、テレビ見たろ、特だねそう、これピースが3メートル先で撮った写真でも指紋が分かる。私これからピースやめます。どうしたらいいか、裏ピース、はい、どうも。なんか裏ピースしたらなんかギャルみたいじゃないですか。なんかないかね。で、マジでやめます今後は。これでいいじゃん、これ。それ。指紋は見せないよ。ねえ、ポーズなしでもうただ笑うだけ。うん。あの、トイレ行っていいですか。打ってても大丈夫ですけど、トイレ行ってきますね。近いんで私。近いですよ、おばさんはちょっと。ババアだからな。言おうと思ったら自分で言いやがった。いないから言うけどさ、水瀬って実はね、ああ見えてすごい男気があるって言い方も言うんだけど、優しいんだよ。俺ね、あの去年の春ぐらいかな、あのうつ病になりましてね、ちょっとね、うつを患いましてね、その時ね、あのなんか豆に LINE くれたりして、ちょっとあの励ます会でもやりましょうよみたいなさ、やってね、でなんかご飯食べ行ったりさ、あのすごいいいやつなのよね。あのああいう性格だからちょっと誤解されやすいかもしれないけど、本当にあのあと美和子さんもそう、2人女の子はすごい助けてもらってね、ああいいやつだなって思いましたね。ちょっといるとね、なかなかそういう話はしづらいですけど、本当いいやつ。まあでもその小島を元気づける会の食事会、お会計俺が払いましたけどね、お会計俺払いましたけど、でもそういう会をやろうっていうね、言ってくれるそのなんだろうな、優しさが嬉しいよね。そう、俺 DMM パチタウンの年明け一発目のあのブログにそんなようなこと書いたんですけど、それは水瀬とかマガルちゃんとかあの美和
子さんとかそういうね優しくしてくれた人、ああいう人たちに向けて書いたブログなんですよね。本当ね、男いいやつですよ。あんま褒めるの好きじゃないですけど、いいやつです。だからなんかね、友達とか仲間意識ってじゃないけど、言うと聞こえが悪いけど、本当仲間だなって、ね、ありがたいなって思うよね、仲間の存在。俺も友達とかいらないタイプなんですけど、ああなんかああいう時に、はい、なんかね、あ、友達ってもしかしたらいいもんなのかななんて思ったりします。使えよD に言いました、使えよ。本当だよ、いい話や。ちゃんと BGM それっぽいの使ってねそうだな、出玉で見せないとただの年寄りが喋ってるだけになっちゃうからな。ジジイとババアがすいませんジジイだよ、ジジババでなんか僕ばっかり言って、あら、ああ入ったよ行きなさい、そのうち当たるから。本当ですか。でもね、前半終わりの時間っぽいんすよ。あ、そう。ビッグ5の RT 中になんと、うっそ、この出目ね、この出目で当たるの、やっとですよ。中押し効果だとワンカケだよね。あ、そうですね、なった時は止まんないですもんね。そう、どうしましょう、このまま私が打つんで やめる。後半の何が出てくるかお楽しみということで。いいよ、了解、やめます。じゃあ、はい、前半ははいはい、というわけで、すごいな、すごいですねすごい白く美白効果あります私。お前これだろ、これシワ飛ばしじゃないの。違いますよ違うのお前嘘つけ。もう最初からついてましたもん。鈴木園子がやってらっしゃる。いや、じゃあもっとください、もっと、あ、もっとくれ、もっとくれ、もっとくれ、鈴木園子的ならもっとくれ、もっとくれってはいはい、というわけで、はい、いくら使ったんですか前半は。一休さん、一休で移動するんすね。移動する、あ、ダメ、なんで俺こんな、お前上野からわざわざ電車乗って、お前満員電車揺られていて、こんなクソ台打たなきゃいけないんだよ冗談、村一番のゴミ台だよお前お前ビッグ確率442分、村一番の、お前私も300ですよ。初代中央の1より悪いぞこれ。そうですね、やばいですね。どういうわ、じゃあ私はとりあえず当たったんでこのままご飯打ちますで、まあ別にあの好きな台をご飯やってください。頑張って番組収集をプラスにしましょう。はい、わかりました、よろしくお願いします。はいよ、はい、じゃあ次回も楽しみにしていてください。さよなら。ダメです、こっちです次回のマジですか水瀬さんは、1,2,3,4,5島です。あ、そうか、また行っちゃった、また行っちゃった塾長さんをゲストに迎えてお送りする後半戦、相性良すぎる2人が繰り出す極上のエンターテインメントをあなたに、といった感じで後半戦も楽しくパチスローを打って面白おかしく喋ってと、水瀬&塾長ワールド全開に。さらにはファッションチェックも飛び出しちゃう、バラエティ要素満載な次回のマジですか水瀬さんをお楽しみに。